キーストでーす。まああの古いパソコンでね、ご覧の方は今すごい俺らの画像のドット数が荒いかもしれないけど、それが心配で心配で、心配でもうこうやると大変だもん、もうブレブレになってるんじゃないか、もうライブの話も CD の話もできないぐらい今俺ナーバスになってる。ああ、じゃあそのシステム上の話、そう、大丈夫なのかと、うん、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫だ、俺止まったったら止まったと思っちゃうから。あ、そうか。でもしかももうお前が今止まったったらって言ったことで最初から取り直した方がいいんじゃないかと俺すげえ今ナーバスになってる。止まったったら動いてれば多分安心して見れるから。まあそんな、どうした、何の話、違う、そんな、うん、あなたのことをね、とても思っているファンキストですけど、うん、なんと4月11日にニューアルバム7のリリースが決定しました。ありがとうございます。どんなアルバムですか。いやー、これはですね、もう僕らの、ベスト版と言えるようなね、本当1枚で、なんかもうみんなでこう撮り終わった後に聞いたんですけども、もう本当に今までにない大傑作で、しかも、うん、15曲中10曲、陽子ちゃん、去年10月にあの天国に旅立ってしまった陽子ちゃんのね、音をこうピックアップして、またこう CD 上でこうで再開するというね、なんか僕らにとってもすごい大切な一枚となっております。はい、よく言えました。この人メンバーメンバーだよ、メンバー、まあ、そんなファンキストのアルバム7を引っ提げて、4月21日からは全国ツアーが始まります。今回は20カ所中14カ所がワンマンライブということで、まあ、今回7の中からもちろんたくさん曲をやるし、どんなねツアーにしたいですか。そうですね、来てもらった人がですね、あ、ファンキスト、無敵なのにファンキストじゃん、もう本当に感じて楽しんで笑顔で帰ってもらえるような、そうね、もう新曲もたくさんやりますし、たっぷりやるんで、もう楽しみにして遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回、まあ、7月1日、東京リキッド、そしてツアーファイナルは7月15日、心斎橋ビッグキャットと、ちょっと大きめの箱で勝負してますんで、ね、もうここは人助けだと思って、ぜひ皆さん遊びに来ていただければと。お願いします。で、来ていただいた際にも、もうあなたが無事にドリンクをチケットをね、ドリンクに変えられるか、そう、ちゃんと予約が取れてるか、もうあなたのことが心配でしょうがない。心配でしょうがない。俺一緒に行こっかな。ついてついて。電話くれればね。電話くれれば。じゃあ、あの電話番号、080だね。090。090。はい。7415。いや、やめろ、すぐやめろ。ということで、はい、あなたのファンキスト一同でした、はい。ライブハウスで待ってまーす。バイバーイ。バイバーイ。どうしちゃったの？